で、俺たちが逮捕されなきゃなんねんだろ！知っとらってんじゃねえ！離さんけ、こら！クマちゃん、腕を離してあげていいですよ。さささ、どうぞおかげになって。な、お兄さんたち誤解しないでくださいよ。別に逮捕したわけじゃないんだから。クマちゃん、冷蔵庫から冷たいの出してあげてください。お兄さんたちは、泡の出る麦茶と出ない麦茶、どっちがいいです？ん？飲まないなら私、勝手に飲んじゃいますよ。失礼して、ピシッと。勤務中に飲むビールが一番美味しいですね。お兄さんたちはどっから来たんです？ここいらの人じゃないでしょう。お兄さんたち、大学生？お友達同士？バイクか何かで旅行中だったんでしょうかね。羨ましいなぁ。ああ。家は近くってわけじゃないんでしょ？どっから来たの？大阪ですかな？んなのどこでもいいだろ！まあまあ、そうすごまないで。あのままいたら、お兄さん方だってやばかったでしょ？ここいらの人間ならどんな間違いがあってもひなみ沢の人間には手出ししないですよ。あそこの連中は特殊なんです。子供の喧嘩に親は出てくるな、なんてもんじゃない。一人をいじめたら、それこそ村中が総出でやってきますよ。いや、ほんと、脅しでも何でもなく。ここいらじゃねえ。ひなみ沢の人間に睨まれたら、あっさり鬼隠しにあって消えちまうんです。もう、跡形もなく、忽然。お兄さん方、行方不明になったら誰か捜索願いを出してくれるご家族はいます？いないならまずいな。蒸発扱いですよ。お兄さん方、沖ノ宮へは何で来たの？電車？バイク？バイク。そりゃまずいな。さっきのとこにまだ止めっぱなしなんでしょ？あんたらのこのことバイクを取りに戻ったら、今度こそ袋叩きに会えますよ。なんだよそれ！上等じゃねえかよ！あんたらももう面倒ごとはごめんでしょう。バイクのナンバー教えてください。ここまで持ってきてあげますから。グマちゃん、交通課対策にゲート車を借りてきてください。うっせ！別にいいよ。自分たちで取りに行くからいいって。あんたら本気で囲まれたいんですか。今度は警察、間に合わないかもしれませんよ。ああ、大丈夫だっつったんだろ。囲み上等だ。おい、お兄さん方、あんたら今
泡の出る麦茶飲んだろ。エンジンかけてみろ。その場で飲酒取るぞ、こら。汚ねえ。警察が税金使って二酸化炭のバイクを運びして死んぜよって言ってんだよ。ごちゃごちゃ言わねえで、ナンバー言ってんだ、このクソバカ野郎。クマちゃん、ゲート車に同行してバイク持ってきてあげて。ごつい赤いやつと、テールランプの右側が割れたやつ。あと、シートにガムテ貼ってあった白いやつ。それだろ。兄さんたちのバイク。おいさん、ゲート車来ましたんで、行ってきます。はいはい、よろしくお願いします。あと、クマちゃん、ちょっとちょっと。なんすか？ナンバー紹介しといてください。間違ったバイクを持ってきちゃうと悪いから。バイク戻ってくるまでのんびりしてましょうよ。ビールもっとありますよ。乾き物だってありますし。テレビ見ます？ろくなのやってませんけどね。いいよ、俺たちもう行くから。こんなとこにいつまでもいたくねえよ。なんだよ、俺たちが何かしたかよ。